このメガネ、私が高校生の時によくメガネ屋さんの前に5000円でメガネができるとかっていう文言に釣られて入店してみたんやけど、レンズ薄いのにしますかとか、このメガネのフレームは割りにくいですよと、じゃあそれにしますとお会計行ったら、5000円のメガネ買いに行ったつもりが3万5000円ぐらいになってしまった。そうやって断るに断れなくて買ってしまったメガネです。皆さんこんにちは、カノンチャンネルのせーのカノンです。久々にこの間家を掃除していたらメガネ見つけたから、久々につけてみたらちょっと思いのほかもう視界がすごく綺麗に見えるんで感動してつけました。っていうのは建前で、本当はお医者でしてみたかったからなんやけど。で話を戻して、今日はですね、なんと、申告とかそんなんでもない照れくさい報告一つと、3つの今後のことについての合計4つのお話を今日はちょっとできたらなっていうふうに思います。真剣な話とかじゃないから、これはねもう肩の力をボン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 抜いて脱臼しない程度にちょっと聞いていただければと思うんですけれども、なんとこの度私英語の雑誌に載りました。その英語の雑誌が発売されたのが3月3日で、すでにもうね出回ってるから、もしかしたらえこれあのミジンコジェレって見つけた人いるかもしれんけれども、本当はね3月3日とかに出そうかなってふうに思ってたんだけど、この家から出ないとかみたいな。実際にその雑誌が売られてる本屋さんに行ってきました。世界と話そうホップステップジャンプ、雑誌の表紙に聞かせて英語上達法カノンチャンネルって載ってるんよ。ちょっとなんかすごい照れくさくない？ちょっとこれさ、開けてみるとね、ちょっと今ゴミ箱を蹴飛ばしてさ、ちょっとゴミ箱の中がちょっと出てしまった。ちょっと待ってよいしょ、お待たせ。ちなみにこの雑誌は初心者から中級向けの英語雑誌だそうです。だからね、これ私、うおー、ここに載っている、こんな風に載るんや。ミュージカルとかそういう舞台でダンスしてる時の写真載ったりとかね、いろいろ根掘り葉掘り聞かれたことをインタビューで答えたみたいな、そんな感じです。5678ページも載っとる。ちなみにこのインタビューの中では、 YouTube 投稿し始めたしたそのきっかけ、英語の興味が始まり、学生時代の留学する前にしておきたかったこと、英語の勉強の仕方、モチベーション編、スピーキング編、リスニング編、ライティング編、リーディング編、全部ここに書いてあるそういうインタビューでちょっと答えたやつがここにペロってふうに載ってんの面白いな。パラパラめくっていくと、あーすごい、世界を食べ歩きとか海外製品なんて載ってる、見たことあるぞ。映画名台詞なんかも載ってる。 Let it go Let it go Let it go。 しかも最後らへんには日本国憲法を英語で読むとかある。日本国憲法なんてめちゃくちゃ難しそうなイメージあるけど、英語の初級者中級者でも全然読める英語ってことじゃん。つまりこれインタビューしてもらって私思ったことは、人生何が起きるかわからんな、面白いなって私は思いました。で実はですね、最近もう一つね、これを裏付けるっていうか、人生何が起きるかわからんなっていうふうに思わせてくれたライフイベントがあったのがですね、私が今から話そうと思っている今後のことの一つ目、バイクのレースの英語の司会進行 MC みたいなの人として声かけていただいたんです。でそれがもう4月の頭から始まるんやけども、だからさ、ちょっと今ね、英語の勉強をまたし始めてさ言葉詰まらせないようにお話をしようって風にする練習をしたりだとかするわけよ。私もともと海外にちょっと住んでたってこともあって、英語に携われるお仕事ができるっていうのもすごく私嬉しいんよ。声かけてもらえるなんて、夢にも思ってなかったし、でもそういったのもきっと1があって2があって3があって4があるっていう、そういう段階を踏んで今に至るんだなっていうふうに思うと、あの時の経験が今に生きてるっていうこと、やっぱり私思うことあるもん。どんなに失敗して大変なことやらかしたとしても、それさえも何一つ今までやってきた経験の中で無駄なものはなかったなってふうって私は思うもん。なんでこんな話ちょっとし始めようかなってふうに思ったかというと、私今日のねお昼、お母さんとたまたま喋ったよね。お母さんが送ってくれた葉っぱがちょっと片方枯れそうだとか話をしてる中に、私の主人公で一人虹の橋を渡ってしまったっていう、そういうニュースをね聞いてね、でそれも今日この雑誌を私本屋さんに行ったっていう矢先だったからさ、もう衝動的みたいな感じでこの動画撮ってるんだけど、悔しいと思ったわ。別にね、今日この動画ではちょっとあんまりしんみりする話はするつもりはないんだけども、いじめた子たちはね私すごく許せんしさ、見たこともないけどさ、でもきっとそんな子たちでもいつか気づく日が来るんかなとは思うけどね。怒ってしまったことは戻らんから、とりあえず生きてれば何が起こるかわからん、こんな雑誌乗るなんて思うかったよ。ちょ、何度も見せて申し訳ないお父さんに言ったら、お父さん本屋さんに行ってこれ買ったらしいからね
だから私のお父さんにとっても人生何が起きるかわからんっていうふうに思ったはずや。でこれはね一言に思わんといてほしいねん。これ諦めなければ続けてれば自分にも起こることやからさ。それはどんな形かもちろんわからんけれども、まあ、言ったことあるかもしれんけど私学生の時いじめられたこともあったし、ね、大人になってさで YouTube 私やってるやんか。昔私のことをいじめてきた子がなんかメッセージ送ってきたこともあったんよ。でそれを見た時にこの子は全く覚えてないんやなって、今じゃもうケロッとした顔で私に連絡してくるんやなって私すごく思った。いじめられた方としてはちゃんとそういうことも覚えてるとは思うねんけどさ、悲しいことに嫌なこととかに目を向けてしまう人生にしてしまうよりかは楽しいことに目を向けてウキウキルンルンピカピカしとる方が絶対同じ人生生きるのにでも面白くて楽しいと思う。ほんで多分そうやってしていくうちに1があって2があるように2があって3があるようにそういうところに目を向けていたらどんどん楽しい方向に多分向いていくと思う。学生にとって学校は社会やからどうしても学校が人生の全てに思えるけど学校は全てじゃないし、どんな形でもたとえ学校辞めても生きてたらいつかいいことある。自分の視点とかから変えていくんじゃないかな。視点があるからそこに興味を持ってし始めたことによって出会う人との出会いだとか出来事なんかでどんどん自分がその方向に変わっていったりとかっていう、本当に木の幹みたいになんかどんどん広がっていくと思うね。その逆もしっかりやと思うよね。ネガティブなことに自分の嫌なことにどんどん目を向けていったらネガティブな思考になっていってしまって、そのネガティブな思考が自分を導く先っていうのがもしかしたらお皿の上に行くとか、その道に自分の考えが行くから自分の行動も伴っていくわけで、でそういう考えにもやっぱ1があって2がある、そして3があるわけだから、なんだろうね、なんて言ったらいいのかな。例えば私のその母校で起きたその事件についてもそうだけど、最初からみんな多分虹の橋を渡ろうなんてする人なんていないと思うんだよね。1があって2があって3があってそういう中で多分言ってしまう部分があると思うんだけど、やからもしね今例えば何事もネガティブに考えてしまったりだとかその考えが止まらなければ、一旦ちょっと今自分が生きてる生活の中で楽しいこととか幸せなこととか嬉しいことを数え始めるところから始めたらいいのかもしれない。やっぱりネガティブな考えにとらわれてる時って、私もそういう時あったんだけど、やっぱりね全部をネガティブに捉えてしまう。でしかもさ、そういうところに、ね、嫌なところに目がついたらもうそれがキリがないのなんので、そういう時に限ってなんか幸せを感じにくくなったりだとか笑ってなかったりとかってするわけだから、まあ1日1個でもいいよ。嬉しいこと数えて、じゃあ次の日は2個とか3個とかに増やしていけばさ、それがどんどん増えていくと思う。なんかマザーテレサの名言であるやん、なんだっけな、ちょっと今調べるわ。思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから。習慣に気をつけなさい、それはいつか性格になるから。性格に気をつけなさい、それはいつか運命になるから。言いたいのはこれや。私は1とか2で数字で表してるけど、マザーテレサさんはすごくわかりやすい思考とかあの言葉とか言ってるけど、やっぱり必ず段階があるんよ。マザーテレサの言うその一番最初の思考っていうのは、おそらく自分のネガティブに捉えるかポジティブに捉えるかのその1の部分や。きっと自分の思考は運命を変えるんやろ。本当にその通りやと私は思うねん。やから最初に戻るけど、今もし悩んでたりする、もしくはこれから悩むことがあるかもしれん、そういう時に忘れんといてほしい。もし自分がネガティブな考えにとらわれているんやったら、プリン食べたでも何でもいいや、ちっちゃなことでいいから楽しかったことをまず見つけ始める。そこから始めていくといいのかなって私思いました。てかちょっと待って、しゃべりたいとこからなんか斜め上の方向に行ってるんだけど衝動的に動画撮るとこうなるのか。で残り2つはね、ちょっとこれはサクッといくわ。3つ目は今後について。緊急事態宣言がなくなったりだとか、あとはまあなくなってもコロナっていうものはね、世の中どっかでうるちょるしとるかもしれん。私がずっとやりたかったこと、日本に来ている例えば海外の人にインタビューしたりとかっていうことも始めていけたらなっていうふうに思っております。でも多分ね、きっとそれにはまだちょっと時間がかかると思うような。だって日本に旅行に来る海外の人たちにインタビューしようと思っても、やっぱり海外のコロナの状況も収まって来始めるようになってくれないと、私のやりたいことっていうのがまだちょっとやりづらいから、まだちょっと時間かかるんかもしれんけれども、まあ、ちょっとそういう兆しが見えてきたということで、今この段階でちょっとお話一つ言っておいたみたいな、そんな感じ。4つ目が多分一番どうでもいいことかもしれんけれども、女子力磨いていこうと思います。おしゃれとかに頑張ってる子たちに比べると、私は野山を駆け巡る太郎と花子みたいな、そんな感じなんよ。この間おしゃれなショッピングモール行ったんよ。女子トイレに入るとさ、みんなおしゃれして綺麗な女の子たちがめっちゃ集まっててね、その反面
鏡に映った私はもうボッサボサでさ、あの誓いとして今見せとくけど、見てこの眉毛、大変情けない眉毛してるやんか。ちょっとこの眉毛はいかんやろと私思ったわけよ。女子として生まれて、でこの世界に生まれたんだったら、せっかくなら女子力に目覚めようってね、私思いました。ということでね、これからおしゃれに悪戦苦闘するような動画もたまに出していこうかなってふうに思います。ということでね、ちょっとすごく長くなってしまったけれども、ちょっとね、これほんと視界邪魔やな。視界見やすくなるけど、視界がなんか黒い縁が見えて、おしゃれの第一歩としてさ、これ伊達メガネでもない普通のちゃんとしたどの入ったメガネなんだけどさ、やっぱメガネ邪魔やな。おしゃれしようとしたんやけど